香川県下初となる身体障害者野球チームは初陣式を行い、いよいよチームが本格的に動き出しました。イメージカラーとして決めた赤色のユニフォームに、この日初めて袖を通した選手たちは紅白試合を行い、チーム誕生を心から楽しみました。試合に先立ち、来賓を招いてチームのお披露目があり、坂出市出身の元プロ野球選手で丸亀市体育協会職員山中達也さんを先頭に、選手26人、スタッフ15人の合わせて41人のメンバーはユニフォームに身を包み、グラウンドに入場しました。チームに参加した人たちは9歳から73歳までと年齢は様々ですが、体に障害を持ちながらも野球をやりたいという気持ちは一つです。まずチーム代表の山中さんからチーム名の発表が行われました。チーム名ですが、香川チャレンジャーズと命名させていただきました。この香川チャレンジャーズですが、ここに集まっているメンバー、選手、サポートメンバー合わせて41名おりますが、その一人一人が一歩前に踏み出して自分の新たな可能性に挑戦しようと集まったメンバーであります。これから先どんな困難にも立ち向かっていけるよう、そして何事にも挑戦し続けられるようなチームを目指していけるよう願いを込めまして、香川チャレンジャーズと命名させていただきました。今日4月10日にこのように初陣式という形で香川チャレンジャーズのスタートを切れたのも、本当にたくさんの関係者の皆様方のご尽力の賜物だと思っております。去年10月31日、レグザムボールパーク丸亀で行われた身体障害者野球体験会からチーム作りがスタートしました。代表の山中達也さんは、障害を持っていても野球をやりたい人はきっといると体験会を企画。障害がある人21人を含むおよそ60人の参加者は、招かれた徳島ウィングスをはじめ、四国3県の障害者野球チームのメンバーと一緒に試合を体験しました。みんなと一緒に懸命にボールを追っている参加者の一人が、生まれながらの障害を持ちながらも野球をやりたいと願っていた近藤純一さんです。山中代表のたった一人の思いが始まった前例なき挑戦は、もはや一人のためでは、今はこのチームに関わる全ての方々の思いとなりました。このチームのチャレンジャーズという言葉が示す通り、私たちがこれからやる挑戦の日々を皆様に温かく見守り応援していただきたいと思います。身体障害者野球は野球を楽しめるように打者代走や盗塁禁止などの工夫はありますが、基本的なルールは一般の野球と同じです。率直に本当に嬉しく思いますね。で、やっぱり初めて皆さんがユニフォーム着ている姿を見たんですけど、やっぱりこういう機会を設けてよかったなと改めて感じました。チーム名にはどのような思いが込められていますか？そうですね、香川チャレンジャーズということで、ここに集まったメンバーそれぞれそうなんですけど、何かに挑戦しようと集まったメンバーではありますので、そういった思いをどんどん持ち続けていけるような願いを込めまして、この香川チャレンジャーズと命名させていただきました。野球としては日本身体障害者野球連盟に登録して、全国大会とか世界大会とかを目指していけるようなチームを目指すんですけど、そのもう一方で、社会貢献活動にも力を入れていきたいなと思っておりますので、そういった地域全員で作るチームということを目指して頑張っていきたいと思います。はい、ユニフォームに袖を通して、気持ち的にもよし、今からいよいよチームがスタートする、よし、みんなで頑張っていこうというふうに思っていますし、みんなのユニフォーム姿を見て、よりみんなで、楽しくプレーしようというふうに思いました。このチームはですね、はい、皆さんこのチームはどのように感じているんでしょうか？そうですね、やっぱりチャレンジということで、障害者スポーツをひっくるめて、この野球もそうなんですが、実生活の中で、いろんなことに、挑戦していこうというふうに皆さん決意しているところです。